はい、ここ、今129のなんだこれオービスがあるところかなで切り返し5キロって感じなんですけど、自分このランメーターっていうアプリを使ってるんですけど、この速度じゃないね、距離がね結構間違えたりするんですよね。だからこれが本当に5キロなのかがわからない。なんとなくだけどもう少しある気がするわ。田村十次郎、後半の方がやっぱりペース上がりますね。気持ちやっぱスロースタートだな。完全にだいたい10キロ走る中で、前やったんですけど、まあ7キロとか8キロとか6キロ7キロ8キロ付近から温まってきて上がってくるって感じがあるんですよね。ということで真っ黒というか真っ暗ですね。10キロのペースとしては5分ちょっとっていう感じかな。俺昔どうだろうな、20代30代前半ぐらいの時は40分を切るような形でね、走ったりしてたんですよね。めっちゃ上げようというふうにやってないからって感じです。暗っ。はい、自分はもうこの大鷹商店時代、今はサマンサーミーっていう風に名前は変更されているんですけど、ずっともうお世話になっているというかお仕事をさせてもらってて、21歳から大型は取れるからね、もう3年目になるという感じですよ。ダンプのお仕事は正社員でね10年ぐらいやってて、でその後はまあアルバイトっていう形になったから、もうアルバイトに切り替わってからまあ12年という感じになります。本当社長には感謝しきれない。もう第2のお父さん、あ、第2のお父さんで言ったら2人いるな。第1のお父さんもちろんね、お母さんと結婚したお父さんですけどね。で第2のお父さんは今、まあ、大鷹社長と谷山会長だね。やっぱり自分の関わりが深い方で、自分のことを思ってくれてる方っていうのがやっぱりお父さんですよね。はい、そんな話から始まりましたけど、これ今アルバイトがもう本当にね、お仕事がなくてね、お仕事がないというか、お仕事がはあるけどお仕事ないみたいな。というのも、ガラはあるんだけどガラの捨て場がないの、プラントがパンパンなの、採石が出ないの、
ガラを砕いて採石にしてるんですけど、その採石っていうのが出ないからね、今ね。ガラが入んない状態なんだから仕事が出ない。もうない。4、5ヶ月ぐらい仕事出てなかったんですよ。すんごい久しぶり。今回はもう本当に社長が自分のことを思って、もう出してくれてるっていう形だと思う。保土ヶ谷バイパス、やば、超混んでる。うわー、入り口からめっちゃ混んどるやんって。これやばくね大丈夫か。はい、保土ヶ谷大渋滞。これが時間かかると言われたのか。川崎までベタで行くんですけれども、だいたい2時間から2時間半かかると言ったけど、そんなかかるかなと思ったけど、いや、かかる意味分かったわ、この渋滞か。さて、今現場で待機中で、お弁当をつまみ食い、顔万が一香ってます。パクチー乾燥パクチーです。ボニート失敗したからあんまり美味しくない カッテージチーズスイーツ。あー、うまっ。こちら今メガフェイス1180でなんかパチンコ屋さんなんですけど、結構まだこれ新しいか最近だったのかな。でそこがね、東原5丁目っていうんですけど、ここコストコの近くなんですよ。そしてトラックステーションも近くにあるところか。このね、トラックステーションの横のなんかちょっと橋みたいになってるところあるじゃないですか。あそこで昔自分ハム掘ったんですよ。初めての事故みたいな、ダンプでね。まあ事故って大きな事故じゃないんだけど、普通にコツンってぶつけちゃって やっちゃったみたいな記憶があります。そんだけファミリーマートのこのグリルチキン焼き鳥味めっちゃ大好き。もうこれはだけはやめらんないっすね。ほら、この油の乗り具合、硬いやつとめっちゃ美味しい柔らかいやつがあるんでね。これ柔らかいやつなんですよ、見てわかるんで。おいしい。雨少し止んできました。そして、明日もお仕事をさせてもらうことができます。ありがたき幸せはい、お仕事あるっていうことがね、ありがたいですよね。それを自分はフリーランスになって借金を抱えてからね、感じるようになりました。今ガラオの捨て場について並んでます。雨すごい。今ね、連絡が来て、ダンプの社長とあとは、会長から連絡来て、予定がいろいろ決まってきましたね。明日もお仕事なんですけど、来週の月火水もお仕事入ったって感じですね。気使っていく、気使ってというかね、お仕事を振ってくれてる感じでね、ありがたい限りでございます。それと会長からで、試合なんですけど、2025年の3月ですね、3月の9日がビッグバン後楽園ホール大会なんですけど、それに、もしよかったら出たいですって言ったら、いや、俊太が出たいって言うんだったらね、それはもう調整してね、出てくれよみたいな感じで言ってくれたからね、出させてもらいますという感じですよ。今ね16時5分、4時5分ですね。これを下ろして帰って5時ぐらいだな、やっぱり5時から5時半ぐらい、うん、っていうわけですわ。朝が6時に出たから、まあ11時間って感じかな。今日1日でガソリンが半分以上減っちゃったからね、家に来ました。どーん、はーい。本厚木駅来ました。なぜなら OK があるからです。ここの OK が一番安いんですよ。小沢やった、これがお目当て軟骨です。よかった。
OK だけにしか今売ってないやつ、カロリーゼロ飴。一番好きな納豆、卵納豆。よいしょ。 20g アップキャンペーンがあったら一番熱いんですけど、まあしょうがない。そういう時じゃない時は少なめ、 20g アップの時は10個ぐらい買う。はい、カッテージです。で、素直のアイス。よいしょ。ちょっと高いけど0キロカロリーの安いんです。コンビニだと高いんですよ。 1.5 倍から2倍ぐらいするから。よいしょ。はーい、カッテージチーズのストックやばいでしょ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 個ある。はい、あとは煮卵とか胸肉とかね、そんな感じです。試合、1週間後はね、もうジム行かなくてもいいかなっていう風にちょっと思うように最近はしてますね。ここ数戦は。いや、ダメだ、いつもよりす、なんか1キロ重くて気持ち悪い。ちょっと走ってくれ。やっぱ畜生、このなんだろう、疲れよりこの体重つうか、そのちょっとむくみ具合が嫌だ。これが俺の運動のモチベーションの、結構大きな要素を占めます。これ物販で仕入れてきたやつ、今日本当はちょっとね1時間ぐらい納品をしようかなと思ってたけど、ダメだ、運動に切り替えます。体がクソ、なんか別にスピードはちょっとまあでも遅いな。あ、でもすっごい疲れてる時よりはマシか。ふわふわ軽くて動きにくい感じだ。軽くて動きやすい時もあれば軽くて動きにくい時、そっちだな、後者だ。今回はちょっと7キロだね。最低ラインを7キロって感じで言ってる。前8キロに引き上げたと思ったけど、もういいや、今日は朝10キロ走ったしっていう感じも含めて7キロにしておきました。よし、こっちが解凍したやつ。乾燥わかめ、ムス、やべ、オートミール 30g、 純ココア 15g、 ガカンポ 15g、 生卵1個、カッテージチーズ 100g、これは明日のお弁当。ポン酢にしてみようか。うわ、ポン酢めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い、めちゃくちゃいい匂い。やば、照り焼きみたいな感じになるんだね。いいね。お、焼くと400になる。390になった。だから200ずつか。うわ、めっちゃいい味が出てる。ポン酢いいね。で、明日のお弁当ちょっと粗熱を取ってね、置いておきましょう。
何の味付けしてもうまいやん。なんか甘だれ、甘だれなんかって、うわうまこれ売れるね。うまっ。うん。さてというわけで、お風呂も入ってもうあとは寝るだけ。8時21分、だから9時までには寝れるかな。10、11、12、1、2、3、4、4時起きだから7時間寝れるって感じですね。でも質悪いからさ、俺6時間ぐらいしか寝れないみたいな感じになるんですよね。まあ最悪、まあ量としては7時間寝れるからいいか。ではおやすみなさい。